オリックスですけども、皆さん今日の試合は見たでしょうか？めちゃくちゃいい試合、完勝最高の試合でございました。まあ、今日も京セラということなので、もしかしたらね、視聴者さんの中には、現地で見たという人もいるんじゃないかなと思うんですが、今日はですね、試合開始から生配信をさせていただきました。まあ、約2時間半ぐらいですかね、その後はまあ30分、1時間ぐらい雑談をしたという感じでしたけども、一番多くてまあ200人いかないぐらいですかね、はい。参加をしていただきまして、本当にありがとうございました。ぜひね、まだ見れてないという方、はどんな配信をしていたんだとか、この点を取った時どんな、感じで盛り上がっていたのか、ぜひ部分的でも構わないのでアーカイブ残してますから、ぜひチェックをしていただけたらなと思います。では今日の試合振り返っていこうかなと思うんですが、今日はですね、まあ、実況ともに、度安定でしたね。もう本当にストレスなく、むしろ癒されたぐらいの、心地いい感じでしたけども、実況はですね、もう関西の夕方のニュースを担当されているもう関西の人であれば本当になんか聞いたことが、あるような、人の本当にこうね、もう大人というかね、落ち着いた感じの喋りで聞き心地が良かったですし、特に解説の岡さん、ものすごい分かりやすかったです。岡さん、そして小川さんに解説を していただきたいと思うぐらい、ちょいちょい小出しでめちゃくちゃためになる話をしていたので、どういったところが話として面白かったのか、選手を紹介しながらここ面白かったですっていう風にねご紹介できればと思います。で、今日の試合はですね、まあ、スタメンをバットを見た限り注目ポイントで言うと、宗選手が3番に入ってたのと、中川圭太選手が6番に入ってたと、この3番6番を変えることが、まあ、どういう風に働くのかっていうのは、注目をしてましたし、若月選手じゃなくて、まあ、伏見選手がマスクをかぶっていたのと、ライトにね小田裕也選手が入っていたので、この辺はどういう風に機能していくのかっていうのを注目しました。あとは昨日ですね、平野義久投手が投げたということもあってですね、リリーフで誰が投げるのか、近藤投手も投げてますし、ワゲスパックも投げてるということなので、このあたり宮城投手が降板したら誰が投げるのかってところは注目ポイントでした。で、西武のね先発投手与座投手ということで、前回は7回2失点ハイクオリティスタートながらオリックスに敗れております。負け投手になってるかなと思います。まあ完封もねプロ初でやったりとか、前回の時にも言いましたけども、今シーズン非常にこう好調というか、まあ台頭している先発陣をこう引っ張っている、投手なので、オリックスもですね、耐久するのではなくて、どん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 こう早い段階で打っていくというような試合展開でございました。で、特にオリックスでいうと相性がね、与座投手目線でいうと悪い頓宮選手、まあ注目かなと思ってたんですけど、そこにもですね、まあツーベース打たれたりとか、やられてましたけども、結果的には6回5失点でしたけども、1番から4番この福田、西野、宗、正孝、この4人にやられたなという印象でした。で、その後も宮川、某高橋投手らが、まあ、投げたということで、勝ち場のね増田投手とか水上投手とか、そのあたりはね点差的にも、登板することはなかったので、明日もねおそらくオリックス西武、まあ、総動員で戦っていくのかなとは思います。なんといっても今日は宮城投手ということで、前回その前々回もですね、完封目前で8回のマウンドで終わって9回では変えられてしまっているので、どういう風に高騰していくのか注目だったんですけど、まあ、審判との相性はどっちかっていうといいのかなと思うんですけど、じゃあめちゃくちゃいいかっていうとそうでもなく、ちょっといい寄りぐらいだったかなと。審判も結構こうゾーンが変わるというか、取ったり取らなかったりだ、まあ、ここさっき取ってたやんとか、ここさっき取らへんかったぞとかいうのが割とねどの球種でも、当てはまったので、まあそのあたりは、宮城投手もうまいことやったのかなと思いますけど、当然そうですけど、前回もね無失点で宮城投手8回まで抑えられているので、向こうも早打ちで来るわけですよね。そこをやっぱり裏手に取って、緩急っていうのをうまいことを使ってるなと、ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、この4つが非常にこう今日は良かったんじゃないかなとは思うんですけど、特にやっぱいいなと思ったのが先制点、宗選手のね後ほどご紹介しますけど、先制点を取った後の2回の表ですね、ピシャリ無失点で締めたのと、オリックスがねあまりこう良くない攻撃の仕方をして、その後の5回の表もしっかりとピシャリと締めたんですよね。そして、追加点を挙げて6回の表もしっかりとピシャリと、まあ、抑えているということで、3度目の正直でプロ初の、しかも四球完封ということで抑えることができました。98球ということでおめでとうございます。まあ、中島監督やったらどうしたのかなっていうのは、どうしてもね水本ヘッドが指揮を取ってる時には思ってしまうんですけど、それにしてもですね四球ってところが宮城投手もこだわってるんじゃないかなと思いますし、118球であればそんなに球数としてもめちゃくちゃ多いっていうわけでもないので、前回に引き続き、好投をしてくれたということでございました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。そして今日はオリックス打線の方なんですが、1番に福田周平選手センターですけども、2打席目ちょっとバントミスということもあって、ここで、解説の岡さん登場でございます。で、バントの構えをねせずにセーフティーでやったんですよね。伏見選手が一塁だったんですけど、非常に足が遅い選手だったので、もう少し転がす打球とか、もしくはセーフティーじゃなくてしっかりと最初からバントの構えをしていったら、変わってきたんじゃないかみたいなことを、岡さんが解説してですね、非常にこう分かりやすかったです。
はい、ただ3打席目にまずヒットを打ちましてランナーになりました。1塁出ました。園川さんがですね、どの場面で、一番こう盗塁が成功できる確率が高いのか、そのあたりをやっぱり模索して盗塁すべきだみたいなことを言ってですね、なるほどなと。昨日水本ヘッドが記事の中で言ってました。闇雲に走ってるわけじゃないと、そこがこういうことだったんだなと、走らせるタイミングっていうのは、一番こう確率が高いタイミングで走らせてたんだなと改めて、気づかされたので、やっぱなるほどなというふうに思いましたし、あの走塁ね、セカンドゴロで外崎選手がホームに投げるんですけど、間一発でセーフという、あのスライディングも走塁も素晴らしかったし、4打席目もねヒット打って、しかもスリーベースですよ。はい、でまあマルチなんですけど、その後にね紅林選手が、ショートゴロ、伏見選手もまあフライを上げてしまうということで、ノーアウト2塁でせっかくランナーが出たのに、3塁に進めることができなかったんです。そこで福田俊也選手がスリーベースを打って、誰かミスするのは当たり前なんですけど、そこのケツを吹くことができれば、そのチームはかなりこう勢いが出るっていうふうに岡さんは言っていてですね、ああ、なるほどなと。これがもうオリックスかなり勢い出たんじゃないかなというふうに思いましたし、難しい打球をね、キャッチするなどいい部分があったので、そして今日は1、2番コンビがめちゃくちゃ良くてですね、2番に西野選手が入りました。足立選手が休養ということもあって、2番セカンドで出たわけなんですが、いきなり、2ベース打ちまして、その後にね、先制点につながる活躍をしました。で2打席目のね福田周平選手もあのバントをね送ってミスしたっていう風に言ったと思うんですけど、それをカバーするかのように西野選手がおそらくサインには出ていないと思うんですけど、自らこうセーフティーバントをして自分も生きるというね、もう最高の活躍をして、3打席目はなんとですねエンドランでかつヒットを打ってチャンス拡大ですよ。で岡さん曰くコンパクトに打てるのはよくボールが見えている証拠らしくてですね、もう本当そうなのかと。もう打者ですから、で守備でもいいプレーがセカンドであったので、これね足立選手がいる時に、ね、西野選手使ったらいいんじゃないかなというふうにはちょっと思いました。昨日の代打でも、左中間にねヒット打ったりしてましたから、ちょっとねこれ打つ方に関しては、まあ、ある程度休養っていうのはいると思うんですけど、そこに逆にね足立選手を使うっていうふうにしてもいいんじゃないかなとは、はい、思います。注目ポイント3番に入った宗選手ですけども、まず1打席目いきなりですね打った瞬間にそれと分かるホームランということで、本当に昨日の悪い流れを払拭できるようなこの打球を打ちまして、で5回のチャンスでもセカンドゴロで3点目、要は3打点目なんですねを上げるんですよ。でこの時も、解説の岡さん登場でございます。外崎選手、まあ、取った時に体勢が悪いので一塁三塁だったんだが、ゲッツーはもう狙わずに、逆にホームに投げたと。ただ福田俊英選手の足が勝ってセーフになったっていう風に解説をしてですね、なんで投げたんだという風に思ったんですが、まあ、こういうところが背景にはだということですね。そして4番に正隆でございますけども、3回にね1塁2塁で回ってきました。僕は配信でも言いましたけども、初球の甘い球見逃しちゃったんですね。結果、まあ、センターフライになったということで、2ストライクに、追い込まれた時のーボールと、そして最終的にセンターフライ打ったボール、初球の方が断然甘かったので、これ結果論になってしまうんですけど、初球打ってくれたらなというふうには、はい、思ってしまったということでございます。ただ、解説の岡さんも言ってました。正隆クラスになれば3回経てばどんなピッチャーでも合わせてくるんだというふうに言ってですね、実際に、勝負を決める4点5点目のこの2打点になる2ベースも、これでまあオリックス今日の勝ちをほぼ確定したんじゃないかということだったので、やっぱりねどんなに、すごいバッターでも毎回チャンスを打てるわけではないので、2回やったら1回打ったら十分じゃないかなと思うので、今日も正隆の活躍のおかげでオリックス勝利をすることができたという感じですね。5番に頓宮でございます。はい、頓宮レギュラーでね今後は使っていきたいなというような、今日の活躍っぷりでしたけども、相性がいいとはいえねランナーがいない中で2ベースを打って、チャンスを作ったりとか、岡さんもですね1打席目からこの与座投手を捉えられているのは西野選手と頓宮ぐらいだというふうに言っていたので、この2人はちょっとねレギュラーでも今後使ってほしいなとは思いましたね。そして6番に中川圭太選手ということで、4回にね、まあ、バントの構えでちょっと5ファールになった時に、岡さんがですねあのバントしてる時に、まあ、いいんだけども、その後下位になると、打って取るのかどうするのかっていうのを考えた上でサインは出さないといけないみたいなことを言ってですね、岡さんもさすがやなと、ものすごいそのね分かりやすい。でレフトでもね守備が今日ついてましたけども、いいプレーというか、まあ目立ってはないですけどね、ちょっと次の例えば二塁にいてレフトフライ、深いレフトフライがあった時にすぐショートに返したりとか、こうレフト前であってちょっとこう深いレフト前だったらね、あの二塁に行かれないようにすぐこう返球したりとか、やっぱりこう正隆よりも、守備方っていうのはいいんだなというふうに思ったので、本気でちょっとこう取りに行く時にはレフト中川、DH 正隆の方がいいんじゃないかなとは、はい、思いました。そして、7番に注目ポイント、小田裕也選手ということで、ノーアウト二塁でね甘い球打つんですけどポップフライ打ったりとか、しました。ただチャンスでは別人になってしまうだけで、何もない時にはツーベース打ったりとか、まあ、しているので、ちょっとね某高橋投手が9回8回表
表裏ですかね、デッドボール当てられてですね、まあ、大差でのちょっとデッドボールっていうのは本当に意味がわからないので、ぜひやめていただきたいなと思ったんですけど、やっぱどうしてもスタメンっていう感じではね、ないので、岡さんも言ってましたけども、選手がスタメンに出るってことはなかなかにちょっと辛い状況なのか思いますね。そして8番に今日は紅林選手ということで、まだボール見えてないですね。はい。で、6回にね、初球打ってショートゴロを打ったんですけど、解説の岡さんがまた出てきてですね、大きいの狙うのはいいんだと。ノーアウト2塁だったんですけど、ただ何でもかんでも打てやいいっていうもんではないので、しっかりと大きいの打てるボールを、判断しないといけないみたいなことを言って、さすがだなというふうに思いました。はい。ただ最後の打席もね、ゲッツー打ってしまったりとか、外のボールをこう引っ掛けたりとかですね、ボール球振ったりとか、見れていない感が否めないので、ちょっと紅林選手がどうするのか、野口選手に変えるのか、このあたりはね、ちょっと注目ポイントかなと思います。はい。そして今日は宮城投手ということで、相性がいい伏見選手がね、マスクを被りましたけども、打つ方がね、まあ、前もヒットこそなかったですけど、良かったので、非常にこう期待をしてました。で、今日の試合もね、悪くなかったですし、ヒットも1本出ましたけども、それ以上にね、岡さんも絶賛をしたこの宮城投手とのコンビネーションというか、リードがものすごい良かったと。はい。で、そこがやっぱり今日は際立ってて、宮城投手が完封することができたんじゃないかなと思うので、まあ最初はね、若月選手に使えるんじゃないかとか、いろいろ話題には上がりましたけども、結果的には伏見選手で良かったんだな、こういうことでございます。はい。ということで、今日ですね、8月の27日の試合、バッと振り返ってみましたけども、今日勝つことができた、しかも完封で勝つことができたので、明日は冒頭でも言ったように、オリックス西武ともに総動員でバチバチに殴り合う試合になるんじゃないかなと思いますし、これ明日勝った方が昨日と今日の結果をそのままもらって大きく前進するんじゃないかなというふうに思うので、明日はムクノキ投手、京セラで非常にこうマウンドの相性がいいんじゃないかなと思うので、前回やられてますから2回途中持たずということで、はい、ぜひ明日勝ってですね、差を縮めていただきたいということでですね、今日の試合に関して何か思うこともしあればぜひコメント欄の方に残してもらえたらなというふうに思います。今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。